探すのにも役に立つし、思考性を見つけることができますから、そしてなりたい自分が見つかったら、その自分になるためにもこの高速道路っていうのは非常に役に立ちます。ですので、皆さんもぜひここを走って駆け抜けていってほしいなと思っています。ということで、ちょっと長くなってしまいましたが、ご清聴ありがとうございました。村上先生、ありがとうございました。ちょっと時間がもう押してきましたが、質問したいという方があれば、1、2名は時間が取れると思います。いかがですか？この際、